スリランカ軍は、スリランカ陸軍、スリランカ海軍、スリランカ空軍を含むスリランカの軍隊である。スリランカ軍の最高司令官は大統領である。スリランカ軍の管理、運営は国防省が担当する。正論陸軍スリランカは2000年以上の長きにわたる軍事史を持つ。しかし、近代のスリランカ軍につながるのは、こうした時代に橋を発する軍事組織ではなく、 16世紀以降のポルトガル・オランダ・イギリス植民地時代に各国が戦争の支援に用いた民兵組織である。イギリスが組織したセーロン・ライフル連隊は内陸部のキャンディ王国との戦争に投入された。この連隊は主に外国人であるマレー人から構成されたもので、戦争終結後も1873年まで存続した。 現代のスリランカ軍の直接の起源となるのは1881年にイギリスにより組織されたセイロンライトインファントリーボランティアズである。イギリスの守備隊を支援するために設立されたが次第に規模を拡大。1910年には複数の連隊から構成されるセイロンディフェンスホースへと移行した。第一次世界大戦並びに第二次世界大戦においては アジアアフリカ方面の連合軍とともに CDF も正論島防衛に動員されている。終戦時にはその規模は独立旅団まで拡大していたが1946年には動員が解除された。また1937年にはスリランカ海軍の起源となる正論海軍義勇軍が組織されており後に正論海軍主眼予備員と解消され対戦においては イギリス海軍の一部として活動した。1948年にイギリス連邦の自治国政論として独立すると政府は CDF と CRNVR を解散して新たな軍組織を整備することを決定。1949年に政論陸軍が1950年に王立政論海軍が創設された。1951年には3番目の軍となる。 王立正論空軍も創設されている。これらの軍の創設にあたっては、イギリスからの支援がなされている。LTTE の勢力範囲独立後の正論は、隣国インドとも良好な関係を築いており、加えて、イギリスとの防衛協定により差し迫った脅威がなかったことから、軍の成長は緩やかなものであった。1950年代、軍は警察業務など、 国内の治安維持のための活動が主であった。1962年には軍の縮小と予算の削減に抗議する予備役のグループによる政変が発生している。しかし、1971年にはマルクス主義を掲げるスリランカ人民解放戦線の武装放棄があり、軍が動員される初の戦いとなった。反乱は数ヶ月で鎮圧されたが、イゴ軍は 成長を早めることになる。翌1972年、セイロンは憲法改正により、共和制へと移行、国名をスリランカへと変更し、セイロン軍もスリライカ軍へと解消した。1980年代の初期から、軍は新たに北部のタミル人民兵組織との戦いに動員されるようになる。これは、その後26年にわたる、スリランカ内戦の始まりであった。 80年代にかけて軍は急速に成長を続けるが内戦も80年代中盤になると主要勢力であるタミルイイラム解放のトラとの正規戦に近い状態へと移行した国内にタミル人を抱える隣国インドの介入により和平交渉が行われ平和の維持のためにインド平和維持軍の派遣が行われたしかし1987年には今度は南部で JVP が再度武装を放棄し、軍は1 9 8九年までこちらの鎮圧にも投入される。さらに北部では LTTE と一福府が交戦状態となり、1 9九十年に一福府が撤退すると、軍は再び LTTE との交戦状態に入った。1九十四年に入り和平交渉に向けた停戦が成立するも、LTTE の攻撃により、 短期間のうちに崩壊。以後2002年まで続く戦いでは、北部と東部での正規戦に加え、スリランカ全土でのテロ攻撃が発生した。陸軍は全能力をもって戦いを続け、また海軍と空軍も陸軍の支援を強化した。2002年になると、今度はノルウェーの仲介により停戦が成立し、和平交渉が開始される。 しかし最終的にはこれも失敗に終わり、2006年7月には戦闘が再燃する。中国やパキスタンからの軍事援助を受けた軍は、LTTE から分離した民兵組織カルナハと協調して、東部での攻勢を成功させ、2007年7月にはこの地域の LTTE 勢力を一掃した。2008年になると軍は北部でも攻勢を強め、 12月には前戦線,線において攻勢に移った。2009年当には LTTE の本拠地、霧の地を攻略、北東部ムッダイティーブー周辺に LTTE を追い詰め、最終的に同年5月19日これを撃破した。内戦終結後は国防省が一時的に国防都市開発省と解消され、 余剰となった人員が道路や橋といったインフラ整備にも投入された。T-55AM2000 社スリランカ陸軍は13万人の兵力を保有している。陸軍の主な任務は国防と治安維持で2009年まで続いたスリランカ内戦における LTTE の総統作戦にも投入されている。保有兵器は旧ソ連の T-55 や中国の69。 四季戦車といった東側のものが大半を占める。今後動乱、1971年,スリ,年,19年スリランカ人民解放戦線反乱、1987年から1989年スリランカ人民解放戦線反乱、並びにその後のスリランカ内政に従事しており、豊富な戦闘経験を持っている。国連の平和維持活動への参加も非常に積極的で、2004年にはハイチでの 平和維持活動に派遣している。スリランカ海軍は1万4000人の兵力を保有している。現在スリランカ海軍は、哨戒艦スカーニア級を含む182隻の艦艇を保有している。小型艦が中心で、潜水艦や対戦哨戒機は保有していない。参加には上陸船を担う特殊部隊 SBS と海軍不評の海軍哨戒兵を置いている。 スリランカ空軍は2万8000人の人員200機の航空機を保有している。ロシアのミグマイナス -27、ミグマイナス -29、イスラエルのクフィルをはじめアメリカや中国など様々な国から購入した機体を使用している。スペシャルタスクフォースは国防省の指揮を受けスリランカ警察の所属となる。スリランカ民間警備隊は国防省の指揮を受けるも平時は スリランカ警察の所属となる。スリランカ沿岸警備隊は国防省の指揮を受け活動する。ありがとうございます。